公共曲第9番、ブルックナーの公共曲第9番に単調、公共曲第9番に単調は、アントン・ブルックナーが取り組んだ最後の公共曲である。1896年10月11日に、作曲者が他界した時、修学賞は未完成のまま残された。実際の演奏では、実演、録音とも完成している第一から三楽賞のみで演奏されることがほとんどで、 ある。ただし第四楽章の保筆完成の試みが続けられており、全四楽章校の録音も少しずつであるが増えてきている。1887年夏、ブルックナーは公共曲第8番を完成させた後、この作品の作曲に取り掛かった。彼はベートーベンの公共曲第9番と同じ二単調という調整を選んだことについて、 人々の反応を気にしたものの断固とした決意を持ち、この作品の堅持として、譜面にドイツ語で、愛する神に捧ぐ、デムリーヴェンゴーッドと書いた。しかしブルックナーは、旧作の改定に取り掛かり、第9公共局に集中しなかった。この改定で、公共局第1番や公共局第8番などに、労力を費やしている。1892年12月に、 公共曲第8番が初演された後、本作の作曲に打ち込み始めたが、彼の病状は悪化し続ける。ようやく1894年11月30日に、第3楽章を完成させたが、その頃ブルックナーは、ウィーン大学の講義において、この作品が未完成に終わった場合には自作のテデウムを演奏するように示唆した。第3楽章の完成後、 ブルックナーの病状はさらに悪化し、18年間住んだ4階建ての建物の住居で階段の上降が不可能になったため、皇帝よりベルベデーレ宮殿の住居が提供された。ブルックナーは1896年10月11日、死去する日の午前まで、第四楽章の作曲に携わったが、午後3時過ぎに息を引き取り、結局全曲を完成させることはできなかった。 二完成に終わった第四楽章の実質楽譜は、そなた形式の再現部の第三主題部で、ペンが止まっている。現在多くの研究者は、ブルックナーがスケッチの段階において、楽章全体を作曲し終えていたと、主しているが、相当数の走行が失われたままである。初演は1903年に、フェルディナント・レーベの式により、ウィーンで行われた。 ただし初演で用いられたのは後日の例ベによる改訂版である。第7番に使われた編成を基本的に踏襲。演奏時間は演奏により差があるが、いくつかの演奏実例をもとに演奏時間を以下のように紹介する例もある。第1第3音楽章まで通して約64分と紹介する例もある。また、第1楽章よりも第3音楽章の方が短い演奏もある。 公共曲の定石通り全部で4楽章の構成で作曲される予定であった。しかし完成されたのは第3楽章までであり、第4楽章は作曲者の死去によって未完成のまま終わっている。こうした経緯から実演や録音には完成された第3楽章までが取り上げられる場合がほとんどである。第4楽章が演奏される場合には保筆完成者の名前を歌って、 に基づくといった注釈がされる。なお、スケルツォの配置を第二楽章にする点、調整を二短調とする点、第一楽章冒頭を空気5度で開始する点などは、ベートーベンの第9と共通している。ファイアーリッシュ、ミスターオソ、早朝に、神秘的に、二短調、2分の2秒子、再現部の第一主題部と展開部が融合した。 自由なそなた形式。そなた形式の展開部と再現部を入れ子にするブルックナーの傾向は、この学章において完全に具現化されている。この学章の形式について作曲家のロバート・シンプソンは、真実、反対真実、そして帰決と言い表している。冒頭のブルックナー開始において、空挙五度で始まる方法は、ベートーベンの第9と同様の手法を取ったとも考えられる。 空気五度のブルックナー開始で始まった後に提示される。第一主題は、瞑想的な音楽で8つの動機によって形成され、第63小節からの第7動機で圧倒的な頂点を作る。調整は不安定で、無調も存在する。なおこの後全曲に出てくるすべての動機はこれらの変形による。第二主題は97小節から始まり、異調調の人間的で、 慈愛に満ちた響きのもと、ポリフォニーの展開を続ける。ここでも旋律は半音階的で2小節で12音すべて使い切る部分もあり、調整は不安定である。123、141小節に波長調の動機が突如として現れる。第三主題は二短調、154小節に主音と俗音だけで構成された動機が応募に現れ、 それを弦楽が展開系で答えるというものである。クライマックスの後を穏やかな部長長となり定時部を終える。展開部では、第一主題の動機が拡大して展開し再び第七動機で頂点を迎える。この時には、弦の激しい音階を伴い三回繰り返され、続いて三百五十五小節から、後の新ン楽派さえ想起させる斬新で、 ポリニックな更新曲が続く。休止の後、今度は400小節から第7動機が哀れみを、効果のように提示されるが、これも短い。再現部では、展開部のほとんどが第1主題によるためか、第2、第3主題のみとなり、これらも、かなりの変形を受け、大変不協和なクライマックスの後、ワーグナー風の早々コラールが現れる。高ー付近で、 公共局第7番第一学章からのパッセージが引用され、また、第一主題の動機が必要に繰り返される。最終ページにおいては、愛、二で持続する低音セ部に重ねて、二度のナポリの六度の和音、とから変路変歩が使われ、愛度に対してしるような不協和音を生じさせている。しかしそれも短く、最後には不協和音を振り切った全合奏によって、 中世の境界音楽の響きを連想させる空虚五度、二位によって二単調の要素がなくなり、二調により決然と終わる。スケルツォ、ベビークと、レブホフトトリオ、シュネル、スケルツォ。軽く、快活に弾くトリオ、急速に、二単調、四分の三拍子のスケルツォ。形式は、複合三部形式。このデーモニッシュなスケルツォの開始和音は、トリスタン和音を異調したもので、 主張である二単調についても、調的に曖昧なところがあ、ブルックナーの他のスケルト学章に比べ、民族的な要素は、わずかな部分でしかない。開始から42小節間の間は、トリスタン・ワオンの変形と分散により、浮遊感を漂わせる。表現主義的なオーケストレーションのもと、二単調と英波単調が、対比的に扱われる。 四十三小説からは突如として、暴力的な撤去となり、聴衆を驚かせる。それは、さらに戦敵処方へと変形し、頂点を迎える。その後百十五小説から、大吠ボの愛らしい主題が登場する。これは、民謡風の明るいものだが、世話しなくなり再び暴力的な主題が現れて、コーダに向かう。トリオは、遠隔調の英英が使われ、トリオとしては、 異例の速さが取られている、ブルックナー作品にしては珍しい。ロバート・シンプソンは、この箇所におぞましさを見出し、ブルックナーが、偽善的な個々人の振る舞いを書き留めていると、表題的に解釈した。舞踊風の主題と、エレジーが、ロンド形式を織りなす。アダジオ、ラングスサム、ファイアーリッシュ、アダージョ。遅く、早朝に、補聴調、4分の4拍子。 序状的な静けさと癒の念を持つ音楽。コーナー自作の公共曲第7番を暗示している。形式は変奏曲とも再現部を伴わない、または再現部と展開部の融合したそなた形式とも取れる自由なものである。冒頭第1バイオリンが急度上昇しつつ、旋律はブルックナーが公共曲第7番などに用いた上昇音階に変容する。 第9小説から第16小説にかけて高揚し、第17小説からは、ホルティッシモの超越的な頂点に達する。静まるとすぐに、第29小説からは、ワーグナーチューバに、荘厳なコラール風の主題が挿入される。第一学章第一主題を暗示した、この主題を、ブルックナーは、生徒の決別と呼んだ。ここまでが第一主題部と考えられる。続く、 第二主題は、第四十五小節から変異蝶々、厳格に現れる。木簡に受け継がれながらも、第五十七小節からは変と蝶々の新たな主題に発展する。やがてホルンの動機を加えつつ、最終的には、ワーグナーチューバが、不協和音を奏でフルートが、コーダに登場する伴奏音系を予告する形で、早急止となる。展開部においては、 幾分自由な主題展開を見せるが、第199小説に来る。この部分最後の音楽は、ロタンチョーフォルティッシッシモの大変不協和なクライマックスとなり、ケツビ和音では属13の完全和音となる。コーダは、第207小説から始まり調整は穏やかに、校長長へと収束していく。前述の通り第7公共曲の冒頭主題や、第8公共曲のアダージョ主題を、 ワーグナーチューバで改装し静かに学章を終える。ブルックナー自身による速度、発想表記はない。以下に代表的な保筆完成版のものを挙げる。二単調、二分の二拍子。複雑なそなた形式。現存するスケッチによると、複雑な和音による助走、複不転音符による激しい第一主題の後に、穏やかな第二主題。 第一楽章のコラールが明るい形で現れたホルンによる第三主題と続く。テデウムの基本音形に導かれて展開部が始まり、再現部は第一主題が複雑な二重風画となって公用してゆく。このような風画を用いた手法は第五公共局の終局に似ている。第二主題を経て上記のように第三主題部テデウムの基本音形と組み合わされる。 後期まで来たところで、実質譜は、途切れている。コーダの前には、他の公共曲のように、第一楽章の第一主題の再現が来るが、番によってはないものもある。コーダもいろな形があり、第一楽章と第四楽章の主要主題を、組み合わせたものが、一般的でる。ブルックナーはこの曲を改訂するどころか、完成にも至らなかった。そのため、例えば第一番第四番や、 第8番のような作曲者による意向は存在しない。また完成された楽章に関しては、資料上の混乱も少ないので、原点版、オーレル版、ノバー,アーク版、コールス版の相違も少ない。ただし、原点版出版以前に出版されていた初版、レーベ版は、原点版との相違が非常に極端であった。このほか、未完成の修学章フラグメント、 第2楽章の奏功が出版されているほか、第4楽章を完成させようとする試みもいくつか見られる。1906年にフェルディナント・レーベが作成した版で、いわゆる初版または改訂版。完成された3楽章のみからなる。最初の出版譜であり、死後の初演で使われたのも、この版であり1932まで、この版しか出版されていなかった。レーベは、 独断で変更を加え、作品全体を改ざんしてしまっている。ブルックナーの還元楽法やフレージング、デュナーミクにご知恵を加えただけでなく、ブルックナーの急進的な加成法、例えばアダージョ学賞を除く十三の和音などを旧式に引き戻してもいる。レーベ版は、この作曲家の初版スコア群、いわゆる改定版の中でも特に改定内容が極端であり、 ブルックナーの糸を不当にねじ曲げたまがいものとみなされている。今日では実際に上演、録音されることはほとんどなくなっている。レーベ版の演奏はハンスクナパーツブッシュやが録音に残した。1932年、アルフレート・オーレル、アルフレート・オールによる工程。ブルックナーが本当に書いた部分を再現しようと試みた最初の工程版、第一次全集版。 このオーレル版は、完成された三つの学章をスコアにまとめ、修学章のスケッチは、別冊の資料にまとめた。第一次全集の他の公共局とまとめて、ハース版と扱われることもある。また修学章については、1994年以降に、出版された資料に比べると、情報不足かつ、不正確であると言われている。この版による、完成された学章の初演は、 1932年にジークムント・フォンハウゼンカーの指揮によりミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団が行った。両者は1938年に HMV にオーレル版の力を残している。初演に際しては比較のためレーベ版に次いでオーレル版が演奏された。1951年、レオポルト・ノバークによる皇帝。 完成された山岳賞のみの第二次全集版として出版されたもの。実質的に1932年のオーレル、工程版と異がない。2000年による完成された山岳賞の新工程版。ニコラウス・アノン・クールが録音した。ウィーンで新たに発見された筆者譜を参照としており、ノバーク版に比べ30箇所程度の修正がある。 第二次全集版の一環で以下のものが出版されている。前期、作曲の経緯にある通り、1894年、第三楽章完成の時期に、ウィーン大学の講義において、この公共曲第九番が未完成に終わった場合には、自作の手でウムを演奏するように示唆したと得られる。その後ブルックナーは修学章の作曲を続け、最後の日、 1896年10月11日までペンを取っていたが、学章の完成には至らなかった。未完成に終わった第4学章の実質楽譜は、そなた形式の再現部の第3主題部でペンが止まっている。ブルックナーの死後、回収業者が作曲家の自宅をあさり回った結果、フィナーレの走行の一部が散逸した。その一部は、 その後アメリカ合衆国で発見され、オーストリアからワシントン DC へと渡っていたことが判明した。現在でも実質府の断片の創作は続けられている。なお、1999年に国際ブルックナー協会より現時点でのスコアの断片が J. フィリップスによる肯定報告付きで出版されている。修学賞について以下のような見解もある。ただし、 この種の見解には、往々にして根拠不明の憶測が含まれることに注意しなければならない。修学賞が未完であれば、代わりに、手で産むの発言は、1894年、第三学賞完成の時期のものである。この考えをブルックナーが最後まで持っていたのかどうかは定かではない。公共局第9番の修学賞イコールテ・デウムと、するのは、 形式上、調整上、波長長、曲のスタイル、還元学編成など、あらゆる面から無理のある考え方であると、多くの研究者、演奏者が認めている。ブルックナーがそのあたりをどう考えていたのかは、定かではない。上記を鑑み、公共曲第9番の修学賞イコール手で生むと、するために、経過部分を作曲しようとしたとの説もある。残された、 修学賞の走行の一部にてデウム取る維持の恩恵が使われている部分がある子から修学賞走行の一部またはすべてを前述のような経過部分とみなす考え方もある。研究者の間ではブルックナー自身はこの三学賞で演奏を終わらせることは望んでなかったという判断を与える人が多いが現実には修学賞は完成していないので 完成している三楽章のみで演奏されることが多く、少なくとも現時点では一般的に行われている。注釈なしで公共曲第9番の演奏という場合、通常はこの形、完成された三楽章のみの演奏を味する。ブルックナーによる修学章が未完であれば、代わりにテデウムを、の発言を尊重し、同一演奏会でテデウムを演奏する実例も、 決して少なくない。この場合、連続して演奏する場合もあるし、休憩を挟んで演奏する場合もある。で、デウムを先に演奏することもある。実際、この第9公共曲が初演された時にも、同じ演奏会で、で、デウムが演奏された。ただし、いずれにしても、公共曲第9番の修学賞イコール手でウムとして、演奏されるのではなく、同じ演奏会で、 公共曲第9番と、て、デウムが演奏されるという形になるのが一般的である。公共曲としての問題点は、動機と、火星様式が晩年のそれではなくて、第7公共曲時代のものであること。調整が二単調や二長調ではなくて、波長調であること。何らかの学章間の主題関係が全くないことが挙げられる。修学章を完成。 補作した上で演奏する例も近年複数例聞かれるようになった。補作完成した修学章については講述する。通常、先行の三学章に補作完成された修学章が続けて演奏されるまで修学章単独で演奏、録音される場合もある。この形で演奏される場合、通常修学章付き完成版などの注釈が付く。 一方、ブルックナーの残した断片を演奏する例もある。ユアフタルミがキャラガン完成版1983年を録音した際には、完成版とは別に断片をそのまま演奏、録音し、LP、CD に同時収録していた。これによって、ブルックナーが実際に作曲したものがどれだけ実用化され、肯定者の想像力がどれだけ含まれているのかを、 聞き手が直接確認できるとも評された。2002年のザルツブルク音楽祭では、ニコラウス・アーノン・クールとウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団が、フィリップス皇帝の演奏用版を用いて、フィナーレの断片を演奏、録音した。この演奏会はアーノン・クールによる解説付きのワークショップ形式で行われ、休憩を挟んだ後に、コールス皇帝版の第1第3楽章が演奏された。 ただし、コーダのスケッチは、火星の指定のみの部分が多いとして取り上げなかった。また、アーノンクールは、ブルックナー以外の音は、一切入っていないと述べたが、実際は肯定者による保湿が数箇所含まれている。ブルックナーの走行をもとに修学賞を、補作完成、ひいてはこの公共曲第9番を完成させようとする、試みは、たびたび繰り返されてきた。 この楽章の大部分が、ほとんど完全にオーケストレーションされていることに加え、ブルックナー独特の作曲スタイルを考慮すると、あといくつかの奏功があれば、概ね、中学章全体を構成できるはずだの考え方も、ある。とはいえ、奏功が存在しない部分は作曲者の手によらない、創作になるのは、やむを得ない。特に再現部以降のコーダにおいて、 各皇帝者により大きな違いが見られる。その度重なる批判版の連続が今日のブルックナーの版の,の違いを今日まで至らしめている一つの原因ともなっている。は、公共局第2番の皇帝者でもある。この第9番修学賞の補作は1979年から1983年にかけて行われた。学校の翌1984年。 申しアツモン式アメリカ公共楽団によってカーネキーホールで初演された。弱フタルミ式をするフィルハーモニー還元楽団でイギリスシャンドス社に録音されており、その演奏時間は約22分である。なお、上記、修学賞を含む演奏、あるいは修学賞の演奏の項で言及されたオリジナル断片の演奏は約16分である。 事故で述べるサマーレイコールマッツーカ版やそれ以前の個室完成版と同様、1934年出版のオーレル工程の資料不足かつ不正確なフィナーレ装甲をもとにしているので、ブルックナー的でないとも評される。その後新しく発見された資料をもとに、キャラガンはその後修学賞の補作を改めて言った。これについては口日キャラガンの老作とは別個に とジュゼッペ・マッツーカ、ギュセッペ・モツカが協力して1986年にまとめ上げた。口述のいわゆる SMPC 版、サマーレイ・コール・マッツーカイコール・フィリップスイコール・コールス・製版に比べると、前述の通り資料不足のためか、先行三角章とは、やや異なった処方となった。エリア・フインバルト・ゲンナジー・ロジェスト・ベンスキーによって、録音されている。 シュトゥットガルトのカールス出版社から出ている1992年に完成した版。1997年にクラウス・アルプ式のカイザー・アスラウテルン SWR 放送還元楽団によって初演されている。演奏時間約15分。楽器編成は原点版に同じ。この企画のためにサマーレとマッツーカのチームにジョン・エフィリップスとが加わった。なお、 SMPC とは、サマーレ、マッツーカ、フィリップス、コールスの4人の頭文字である。第一1 9 8 6年のサマーレとマッツーカの2人は1983年から84年の調査によって、それまで知られていなかった相当数のフィナーレ新資料を発見するに至った。ただし前日のサマーレイコールマッツーカ版では、それが反映されているとは言い難く。 学会でもチン音楽扱いされていた。この状況を打開するためジョン・ A ・フィリップスとベンヤミン・イコール・グンナー・コルスが加わった。ただしマッツーカは多忙のため87年から離れることになった。そしてようやく1990年に徹底的な分析が試みられ、SMPC 版が誕生した。これはクルト・アイヒホルン式、リンツブルックナー管弦楽団により、 カメラアタ東京に録音され、脚光を浴びた。このアイヒホルン版では、演奏時間は約30分。1996年にはフィリップスが単独で改訂を行った。ヨハネス・ビルトナー式のにより、ナクソスレーベルに録音されている。2004年、コールスの最新の調査によって略記されたスケッチから、 完全に消えてしまったフルガブの8ページ相当の内容を復元することが可能となった。ただしこの時点でフィリップスと他の2人は対立し、結果としてフィリップスはこのプロジェクトから離脱した。結局サマーレとコールスの2人で審判が出された。1996年から SMPC 版を定本にしたさ、マーレと共に現在ブレマンロム2004、ミュンヘンから出版されている。 唯一の公開批判版。グッテンベルク財団が寄付的に上書した工程報告が英語版も含めて200ページ近くにもなる。全665小説の式により録音されている。第1から3楽章までのテンポがかなり早いボッシュ版での演奏時間は約20分である。その後、サマーレとコールスは2008年にさらなる改定を行い。 同年9月28日に、湯浅クオ式、アシア交響楽団により日本初演された。2011年の改訂版ではコーダが改訂され、同年10月15日にフリーデマンレイヤー式の、オランダ・ブラバント還元楽団により、ブレダで初演された。サイモン・ラトル式ベルリン・フィルハーモニー還元楽団による録音が2012年に EMI から発売されている。 全647小説中で、ブルックナーが完全に創付として書き上げたのは207小説に上り、皇帝者による完全な保筆部分は37小説に止まる。なお、このラトル版では、演奏時間は23分弱である。前期キャラガンは、1983年に、一旦修学賞の完成版を完成させたものの、その後新たに発見された資料をもとに、 内容改定を行った。この版は2006年9月28日に内藤明式の東京ニューシティ管弦楽の演奏で世界初演及び録音された。なお、この演奏会では同時にトリオ第2校の世界初演も行われた。フィナーレの演奏時間は23分弱。その後、キャラガンは2010年にさらなる改定を加え、式のミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団。 バイエルン放送交響楽団、バイエルン国立歌劇場還元楽団のメンバーと主席奏者たちによるケストラによる録音が2011年に発売された。演奏時間は22分。上記は2016年この交響曲の最終楽章を自身によって補作完成させた。この版はブルックナーが残した注釈に密接に基づき、ブルックナーのオリジナルの奏功を用い、 最も初期のスケッチからなど、利用可能な全ての下書き素材を考慮に入れ、出来得る限り残されたギャップを埋めようとしたものであり、最終的に全体で736小節にわたるものとなっている。また、シャラーは指揮者としての経験や、ブルックナーの作曲技法を、ブルックナーの11の公共曲全サイクルのレコーディングに適用してきたという経験に基づいて、 アーカイブからの素材を学府内の欠損部分に補っており、その結果、オリジナルの倉庫では、不連続な学説でさえブルックナーのスタイルで書かれたものとして聞くことができるとされる。フィナーレの風画部分はシャラー保筆の中心部分だと言える。この風画に込められた高揚された対法的緊張は公共局会指示のテーマ素材を長調に移された。 クライマックスへの導入とし、使われ、また、第8公共曲同様、公共曲全楽章の主題の複合的な引用として使われている。フィナーレのコーダ部分を完成させるにあたり、シャラーは過去の公共曲や公共的合唱曲、本公共曲の多楽章のテーマ参照などの曲素材を改装させるという形で、これまでのブルックナー作品を通じたテーマやモチーフを利用している。 フィナーレのシャラー版は2016年7月24日の折ニオいテにより初演され、レーベルにより録音されている。演奏時間は約25分。このコはさらに改訂の上、2018年3月に出版されている。オーストリアの指揮者、エルンスト・メルテンドルファー、1969年、オランダの作曲家、ガバダス・ヘンリー・カス・ヘーン・エス・グレイブ・サンド、 1969年、マーシャル・ファイン、1979年、ベルギーのオルガニスト及び作曲家、セイバストヤヌレ・トーカー、2008年などによる、修学賞の保筆版が発表されている。また、残されたスケッチに基づいて、保筆ではなく自由な作曲を行ったケースとして、オランダの指揮者兼作曲家、ピーター・ヤン・マルタ、2006年によるものが挙げられる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。